はい、皆さんこんにちは。元気だおじです。さあ今回はね、こちらを紹介したいと思います。今回はね、ノブサウンドさんの Q4 になりますね。以前ね、元気なおじいね、これを紹介したことがあるんだけども、今回紹介するのは Q4 のアップグレード版になります。バージョンアップした Q4 になります。はい、それではね、どんな内容か見ていきましょうね。まずね、形状的にはこんな感じです、ね、低音の調整、高音の調整、ボリューム調整、ね、でここにヘッドホン、ね、イヤホンを挿すところがあります。そう、あのヘッドホンアップとしても使うことができるんです。いろいろね、ちょっとこれはいっぱい使い道があります、ね。はい、そしてね、びっくりすることに、この最新の Q4 Bluetooth レシーバーおよび、ね、デジタルアナログコンバーターがついております。興味あるでしょう、ね。はい、まあね、使い道は、ね、いっぱいあるよ。はい、それで PC USB 入力とデュアルアナログ出力ということで、まあこういう使い方もできるんだね。今の使い道はね、もうめちゃめちゃ無限にあるよ、ね。まあ、いろんな使い方がある。まあ一個一個説明していきましょう。で、コントロール付きのハイファイクリアサウンドということで、まあ、低音高音しっかりと調整できるタイプになります、ね。はい、そして使用を簡素化する実用的な機能として、はい、まずここに、ね、リモコンが付いています。リモコンが付いているアンプ便利でしょう。そして USB、Bluetooth、コアキシャル、オプティカル、ね、PC USB、 そうなんです、 DAC、ね、コアコア、ね、ダックです。コーディング入力選択ボタンと独立した入力インジケーターを備え、作業ステータスをリアルタイムで明確に表示しますってことで、まあ、こんだけのモードがあるんでね、使い道がすごいでしょ、ね。はい、でこれはね、まだあの日本語化になってないんだけども、全体的に見ていきましょう。おさらいです。ボリュームコントロール、ね、高音調整、低音調整で、ここはね、インジケーターになっております。で、ここは、イヤホン、ヘッドホンを挿すことができます。後ろ、ここ、PC USB。ね、そのままパソコンに USB で接続することができるんです。DAC。そして、ここは、はい、光ケーブル。ね、角型端子ね、オプティカルケーブルをつけることができます。はい、コアキシャル。ね、これも、つけることができます。で、アウトプット。これね、赤色と、白色、これはね、アクティブスピーカー、ね、もしくはパワーアンプに接続することができます。まあ、あのデジタルプリアンプだね、これね。そしてここのところは Bluetooth のアンテナをつけることができます。スマートフォンとかタブレットから音をね、飛ばすことができます、ウォークマンとか。で、ここは DC 5V ということで、電源供給は USB からできるんです。そうなんです。モバイルバッテリー、ポータブル電源の電源をそのまま使うことができるんです。ということは、はい、コンセントから挿すタイプに比べて、ノイズを拾わないっていうね、そういうメリットがあります。ね、いや、嬉しいよね。これね、元気なうちにね、最初ヘッドホンアンプ、ね、紹介したことがあって、安いんだけど、結構いい音がする。で、昔電源をね、USB から取れないかなって言ったんだけど、いや、パワーが足んないよって店長さんに言われたんだけど、まあ、これでプリアンプだったら、こうやってね、実現できる時代になってきたよね。まあ、これも、その、第2弾というか、第3弾なのか分かんないけれども、だんだんこういうタイプが増えてきて、あとUSB のタイプ C を使えば、今ね、60W、100W とか、結構使えるでしょ、大きいのもね。もうこれからの時代はね、もうAC アダプターじゃなくてね、これ USB からやればいいじゃないかなと思うんだけどね。いいでしょ？はい、それだけでね、本製品は2022年11月、今月バージョンアップした機種で、部品配線回路を大きく進化させ、低歪み、ね、高 SN 比、マックス 113dB で音を大きく改善しましたということなんです。なので、何かがこう微妙に変わっただけではなくて、とにかく部品を変更しました。配線、
ね、回路を大きく進化させました。だ従来のバージョンとはもう全然違うよっていうことなんだね。だから歪みもものすごく抑えて、高SNFということなんで、もう天と地の差ぐらいあるんだろうね、きっとね。はい、まあ楽しみにしましょう。で、このね、売り文句のところなんだけどもね、トーンコントロール付きのハイファイクリアサウンド、ハイエンドチップの組み合わせを採用し、SNFが高く、歪みが少ない、0.005% ということです。高品質のサウンドを実現します。また、小域と低域のノブを使用して、自分好みのサウンドスタイルを調整するためのプリアンプとして使用することができますよってことなんだね。まあ、あとはね、リモコンもついてるから便利でしょうという内容になります。まあ、ここのところが一番の売りです。歪みが少ない。ね。はい。で、あとね、仕様としては、まあ、このようになっております。興味のある方は、縮小してみるか、もしくはね、この動画の説明欄に Amazon のリンク貼っておくので、そちらの方をご覧になってください。ただね、今からね、これまあ、お見せするけれども、これ今収録してる今日現在は、今 Amazon のページが、Amazon 側のトラブルで今ページが消えちゃってます。今スクショして残してはあるんだけども、今リンクがね、表示できなくなっちゃってるので、新しいページができ次第にリンクを貼り直すので、ね、お待ちになってみてください。はい、そんなわけでまとめになります。バージョンアップした Q4 Bluetooth レシーバー及びデジタルオーディオコンバーター、ね、もう回路からないから全部ね、新しい新設計になっております。これが売りです。ね、そして PC-USB、ね、入力とデュアルアナログ出力、PC-USB、ね、スマートフォンの OTG もサポートに加えて、入力もできますよってことでね。まあ、いろんなロスレスオーディオフォーマットを再生するための有線メモリーも備えていますよということになります。で、あとね、16から300オームのヘッドホンを簡単に駆動できますということなんで、まあ、おそらくね、お手持ちのイヤホン、ヘッドホン、ほとんど対応しています。これね、幅広く。はい、で、トーンコントロールがね、ありますよ、USB がついてますよという、まあ、おさらいになります。はい、じゃあ実際に開封したいと思います。こちらをご覧ください。はい、それではね、開封したいと思います。まあ、パッケージもおなじみの感じになってきたね。うん、はい、じゃあ開けます。よいしょと。はい、衝撃吸収があって、テローン、おー、はい。今回はパソコンで、DAC で使える USB ケーブルが同梱されております。はい、ありがとうね。そして、商品保証って書いてあるけど、まあこれ中国語、合格証が入ってます。はい、それでマニュアル。これはね、英語で日本語はないので、ないね。はい、まあおまけ程度に見ておいた方がいいかなと思います。はい、じゃあいよいよね、本体と、はい、リモコン。ね。そして、コード。これは、あ、そうか。電源用の USB のコードか。そして、これが、Bluetooth のアンテナなんだね。はい。で、よいしょと。リモコンは、このサイズだから、単4電池が2本かな。ね。多分2本です。はい。ということで、じゃーん。ちょっと引っかかった。よいしょ。よいしょ。なんか、よいしょ。引っかかってる。よ。よ。はい。もう破いてしまい。はい。上下逆だったんだね。これが、こうなってて入ってたと思います。はい。Q4。ね、久しぶりだね。はい。で、技的認証のね、マークもしっかりついております。安心してください。で、ここ、USB。ね。はい。ここのとこに、USB を挿す。ね。で、この横、ここが Bluetooth のアンテナをつけるところ。ね。RCA があって、オプティカルコアキシャル。ね。で、DAC。これは、電源用はここだからね。電源用はここ。ここは USB メモリーとか、つけるとこだね、うん。で、そこは、はい、ゴム足がついております。グリップがいいやつ。ね。めちゃめちゃグリップがいいやつ。はい。
で、ここがね、オン、オフ、カチカチカチ。はい。で、ボリューム調整は、カチ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 。カチ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 。無限大のやつ。カチ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 。で、この音質、低音高音は、これマークがついてるので、ここからここまで。ね。はい、小刻みに、カチ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 。はい、小刻みに、カチ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 。カチ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 。となっております。このボリュームだけね、ずっと無制限です。カラ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 ン。はい。で、ここが 3.5 ミリの、これイヤホンジャックになります。ちょっと見にくいけどね、イヤホンジャックがあります。じゃあ、Bluetooth のね、アンテナをつけちゃいましょう。よいしょと、くる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 っと。よいしょ、よいしょ。で、グッと。はい。これで OK です。で、このケーブルが電源供給用なので、よいしょと。これはね、ポータブル電源に、ね、接続できます。これありがたいね、ほんとね。これ、USB の Type-C なんで、向き関係ないから、これどっちでもさせるからね。はい。じゃあ、実際にね、ちょっと使ってみましょう。ね、ちょっと待っててね。はい、それではね、スタンバイしました。いやー、結構大変だった。ね、アクティブスピーカーに、ね、AUX で接続しています。で、Bluetooth で今ね、こいつと繋がっております。Xiaomi と繋がっています。いやー、苦労したぜ。よし。それで、低音、高音をプラスマイナスゼロにして、はい、じゃあ、実際にね、電源は、両方とも、ポータブル電源から取ってます、ね。はい。で、リモコンもね、電池を入れてきました。で、便利なのが、これ、ボタンをね、こうやって押して、電源オフになるじゃん。これね。で、ボタンを押して、電源オン、オフになるよね。で、こっち側からでも、ワンタッチでほら、できるんだよね。電源のオン、オフできるので、これはね、やっぱめちゃめちゃ便利です。やっぱりね。はい。で、今ね、Bluetooth になってます。じゃあ、音ね、流したいと思います。あ、繋がってね。繋がってない。セレクトボタンで Bluetooth に切り替えないと。はい。Bluetooth にね、切り替えました。はい。じゃあ、行きまーす。じゃあ低音とか高音とかいろいろいじるからね。これが今高音目いっぱい。今度戻すよ。これが一番戻ったところ。じゃあデフォルトに戻します。じゃあ低音を絞ります。じゃあ低音を全開にします。はい、標準に戻します。
じゃあ次に Bluetooth で次の曲に行くときに頭が飛んでしまうかどうかのチェックです。頭が飛ばなかったね。このように全然頭が飛ばないね。いいね。音も結構高音質。スピーカーがもうちょっといいスピーカーだったらもっとガンガンいけるけどね、まあ、このちっちゃいのだと限界だと思います。結構ね、パワーも出るよ。スピーカーの方がね、ついていけないよね。パワーがあってね。
はい、どうでしょうか。まあ、Bluetooth の音はね、まあ結構いいと思うし、これね、本当スピーカーもうちょっといいのにしたら、いや、たまらないと思うね。で、低音と高音もね、しっかりと調整ができるし、まあ何よりも嬉しいのは、曲を飛ばした時に、やっぱ頭がね、飛ばない尻尾を使ってくれている。ね。で、音もね、本当ノイジーとか感じないよね。全くね。おじいの耳にはね、すごい綺麗に聞こえるんだけど。ね。本当ね、スピーカーをもっと、でっかいので鳴らしたいなっていう気持ちはあるよね。うん。はい、それじゃあね、ちょっと次、メモリーカードから音楽データ読み込ませてます。ちょっと待ってて。はい、今 USB にね、同じ曲を今入れてきました。よいしょっと。はい、USB、あれ、ここ今、うわー、自然にきた。はい、こっち回さなくてもリモコンでボリューム調整できるからね。びっくりしたね自動で認識するんだね。これカラオケだ。はい、次の曲スキップ。これがおそらくね、通常のやつ。ちょっと先送りしよう。先送り機能がないね。これがおそらくね、曲入ってる方だと思うんだよ。これね、これ今何のテストやってるかっていうと、これフォルダね、フォルダを2つ入れたんだよね。で、これね、フォルダはね、どうやってスキップしたらいいのかな。フォルダのね、スキップがわからない。これはモード切り替えだもんね。うん。そんなわけで、ちょっとね、フォルダをスキップの仕方がちょっとマニュアル見ないと、マニュアルがないんだけども、ちょっと調べないとわからないね。とりあえずね、メモリーの中に2つのフォルダを入れたんだけど、その1個のフォルダに音とカラオケが入ってて、それがずっとエンドレスにぐる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 なってるんでね。まあ、とりあえずそういう仕様なのかもしれません。
ね、はい、それじゃあ次に行きます。はい、それではね、最後はダクですね。パソコンに USB で接続しましたね。はい、それではね、ネットの YouTube でね、ノスタルジア行きましょう。やっぱスピーカーがちょっと非力だね。こんな感じかな、ね、一応ねこのアンプとしてはありがちなその Bluetooth の頭出しの飛びとかね、あとあのブツとかで、あのザーとか、まあそういった特有のものは感じられないので、まあ、かなりあのいいんじゃないかなと思うよね。あのユーザーの声に耳を傾けてかなりあの追い込んだと思うよ。それでね、ちょっとこれ見てみて、ちょっと待ってね。はい、そんなわけでね、総合的な評価をね、ちょっとしたいと思います。今ね、ずっとヘッドホンアンプとして、まあ、いつも聴いてる曲をね、まあ、ずっと聴いていました。あの、久保田咲とか、高田みじえとかね、キョンキョンとか、まあ、そこら辺、まあ、80年代とかね、まあ、そこら辺が大好きなんで、まあ、そこら辺が今ずっとね聴いてました。いつも聴いてる曲です。それで今回のこの Q4 ね、本当にねこれはオールマイティに使えるやつなんだね、うん、まあ、ちょっと一回電源を落としましょう、ね、はい、オールマイティに使えるやつで、電源供給のここがね USB の Type-C にしてくれたので使いやすくなりました。で、この使い勝手に関して言えば、もう申し分ないデジタルアンプです。ね、リモコンがある。で、このリモコンのボタンもあの普通のボタンなんでね、まあびっくりするほど使いやすくもないけども、よく安物リモコンにありがちななんかベコンベコンしてうわーっていうね、そういうのでもない。まあ一応ちゃんと使えるリモコンになってます。ね、で、一応低音高音ボリューム調整ができて、で Bluetooth も使うことができて、ヘッドホンで聞くこともできて、でアクティブスピーカーに接続することもできて、パソコンとも接続ができて、で光ケーブルもね接続ができる。一応ねオールマイティで USB の入力もできる。
ただ USB の場合はあのフォルダをいっぱい入れちゃうと1個のフォルダから抜け方が分かんなかったんで、なのであのバーンって入れた方がねいいかもしれません。それで今ずっと聞いてて思ったのはこのノイズがないね、ノイズがない、ヘッドホンとかイヤホンをいろいろ聞き比べていてこの数年間で、ノイズがなくなると本当にこうザワザワっとしたシャーとかね、あの開いたものがなくなる、正しい信号になるね、そうすると余計なものがなくなる、必要な音だけが鳴っているっていう、まあのそういう感じになってくるんだよ不思議とね。でそんな感じですこれね。で元気なおじいはね、これねオールマイティに使えるデジタルアンプ、使いたい時にすぐ使えるリモコンもあるね、1個持っておくとすげえ便利だなっていう。で電源もコンセントではないから、あのどこでも持ち運んで使うことができるよね。オールマイティな使い方ができるアンプです。で音質は今言ったようにノイズがないというのがすごい、まあ、一番魅力な部分に来るんだろうなと思います。じゃあ音質の好みはどうなのかというと、元気なおじいはやっぱりあの真空管アンプと比べちゃうとね、デジタルアンプとやっぱ真空管アンプ比べちゃうとノブサウンドさんのアンプで同じプリアンプで言ったら P1 ね、まだあの P1 以外にもいっぱいあるけども、やっぱあの低音高音が調整できてあのヘッドホン出力があってっていうと、やっぱ代表されるのが P1 ね。すぐに使うことはできないんだけれども、その低音の要は息がね、この Q4 のもう3倍4倍ぐらい広いのかな、ブク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 ってくるね。でこの高音もその高音になって まだもっと響きて、さらにまだその先まで行くっていう調整ができるので、で逆にその音がすごく柔らかくなるんだけども、おこもってるわけではないね。でやっぱこのデジタルアンプと真空管アンプって、まあ、全然別物なんで、まあ、比較する対象ではないんだけれども、この澄み切ってる感があるんだよね、あの真空管の場合はね、すごくあったかい感じがするんだね。で良くも悪くもデジタルアンプなんですこれね。で使い勝手、あのやっぱね劇団の違いはね、トーンね、あのトーンがちょっとこう甘い感じがするんだけど、まあ、トーンの場合はあのノイズで言うとやっぱこっちの方が取り切れてるかなっていう感じがします。ただ甘い感じとクリア感はやっぱトーンの方が上かなって感じがするしね、同じジェスチャーランプで、であの同等クラスぐらいのアンプで今言ったんだけど、ノブサンドさんあの P から切りまであるんでね、まあ、あの上のクラスと比べちゃうとあれなんで、今トーンを持ち出したんだけど同じような値段帯ってことでね、まあ、そんなわけでね、まあ、ちょうど、まあ、良くも悪くも無難なところに収めている。で、まあ、このいろんなヘッドホンもスピーカー出力ももうちょっとこういっぱい欲しいなと思ったら、やっぱそこにパワーアンプかまさないとちょっといけないしね。でも足りないわけではない、一応大音量で、ヘッドホンイヤホンを聞くことができる、一応満足レベルで聞けます。でただアクティブスピーカーに下げた時に、そのおじいが持っている1万円ぐらいのアクティブスピーカーだと、やっぱどうしてもこうポテンシャルがパワーが足りないので、もうちょっとねいいアクティブスピーカーにしてあげないと、ちょっとあのビビビってビビっちゃうだけなんで、ちょっと出し切れなかったかなっていう感じはしますね。なのでアクティブスピーカーをしてあげる場合は、やっぱりあくまでもあのしてあげる側のスピーカーの方をいいものしかないとちょっと出し切れないかなっていう。ただパワーが有り余ってるかっていうと、そこまでの大きさはないので、なのでね、ちょうど手軽にオールマイティにこれ1個持ってれば何でもできるよっていう、その音質の部分にこだわるというよりも、そのノイジーではないで、 Bluetooth を使ってもスキップして頭が飛ばないね、その一応まともに聞けるね、
で低音高音もそのあまあ一応これぐらいの範囲で変わればまあ変わってるよねっていうぐらいの範囲なので、なのでまあ本当にね無難に収めてるなっていう。でお値段もこの後紹介するけど、本当にお値段もお手頃な値段なんでね、ああよくこのお値段でこんだけギュッと締めてくれたなっていうね、まあ、そんな感じの一品ではないかなと思います。あれ音質に徹底的にこだわる方はいろんな選択肢があります。もっとね、でなるべく安価にオールマイティにそして便利に使いたいっていう方は、あこれめっちゃ便利だよねっていうね、まあ、何よりもねこの USB から電源供給ができるっていう、これがめちゃめちゃ武器になります。本当にね、なのでね、おじいはこれはね本当にその高品位を狙うよりもオールマイティ車に何にでも当てはめることができるよっていうのと、あとデザイン的にかっこいいね。はい、まあ色 このとこ、こうブラックのねこうミラーになっているので、まあ、ちょっとこう高級感があるんだよね。まあ和紙にもよると思うんだけどもね。はい、なので、まあ、そこのところの総合的な評価としておじいとしては、まあ音質重視よりもオールマイティで、とてもリーズナブル、ね、便利さ、ここを重視するアンプではないかなと思います、ね、おじいもだんだんうるさくなってきたね、本当ね。ね、はい、でもねこれは1個あると重宝するんじゃないかなと思います。はい、それではねお値段の方いきましょう。こちらにどうぞ。はい、それではねお値段の方いきたいと思います。せーの、ドキュン。はい、ということでお値段の方は7480円となっております。いや、こんだけね至れり尽くせりのねもうオールマイティで7480円、びっくり価格だよね。安い。で、元気なおじいの動画をね見たよーって購入後に一言言うだけでね、この元気なおじいの動画見たよーって言うと、そのキーワードで全品300円オフなんです。で、元気なおじいが動画で紹介したものは上乗せ200円のキャッシュバックがあるので、合計で500円のキャッシュバックを受けることができるんですね。だからね、ノブサンドさんからもう全てのアンプが対象です。おじいの動画を見たよって買った後に言うだけで、全品300円オフで、おじいが動画で紹介したものは200円オフね。で、今消えちゃった4万人のメインチャンネルね、あっちの方で紹介していたものも500円オフなんでね、とりあえずノブサンドさんのアンプを買ったら、おじいの動画見たよってキーワード言わないともったいないね。そうすると今回の商品は500円オフになるので、6980円で購入することができます。それで今ね、オーディオルームに行って、でいろいろ探してきました。これのライバルって一体何になるのかなと思って今探してきました。でもこれと同じぐらいの機能があるアンプは見つけることができませんでした、ね。まあ、まずリモコンがあって便利っていうのはもうそんなにないんだけども、その前にね Bluetooth が使えて、まあ、RCA の出力があってね、で光も入力ができて、で DAC がついてる、いやパソコンに要は接続することができる、まあ、ここら辺でかなりもう限定されてきます。でその上に今度低音高の調整ができて、でヘッドホンアンプにまでなるっていうと、かなり絞られてきちゃうので、でこれと同等のものを探そうと思ってもなかったです。で Q4 の1個前は Q3 なんだけど Bluetooth がついていないんだね。であとトーンなんか比べても、トーンは DAC がついてるけども、まあ、ここら辺の要はね、まあ光がどうのこうのとかね、そこら辺のところはちょっとこう苦手だしね、まあ、ここまでね至れり尽くせりで USB もつくしね、ここまで全部できるっていうのはね、ちょっとすごいなと思いました、ね。とにかく、ノブサンドさんね、めちゃめちゃ頑張って作ったね、これはね。とにかく、イヤホン、ヘッドホンで言うと、本当にいいものになってくると、ノイズが本当にもうない状態なので、これを通して聞く音は結構そういう音なんです。ね、
だ派手めが好きな人とかどんしゃり系が好きな方はここの調整でももっと物足りないかもしれないんだけど、どんしゃり系の方はね、どっちかというとやっぱアンプでもっとこうクリアにした方がいいかもしれない。 P1 とかそっちの方に行った方がいいかもしれないです。というかこれは1個持ってるだけでもうすぐに使える、オールマイティーに何でも使えるというのが売りです。これで、6980円なんでね、少量も消費税も込みなんで、まあ、随分リーズナブルでいいものを作ってきたなっていうことです。あと、動画でも言ったけれども、Bluetooth で頭が飛ばないっていうね、まあそこら辺が本当、ちょっと前からね、いろんなアンプで、このチップセットを使うとそれは避けられないっていうね、そういうのがあったので、まあ今チップセットとか回路とかも全体的に変更してリニューアルしてるんだね。まあノブサンドさんも結構そういうとこは一生懸命なメーカーさんだなっていう感じがします。はい、今回はね、ちょっと久々にオールマイティで多機能なアンプ、面白かったね。これで、ね、ちょっとまた別の動画を作ってみたいと思います。これプリアンプなんでね、ちょっとね、別の仕掛け方もしてみたいなと思いました。以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。で、あと、冒頭でも言ったと思うんだけども、今、この動画の説明欄にリンクがあるかないかは、見るタイミングによって違います。この動画を作っているのは、今日は11月の29日、ね、今夜です、ね。で、今現在、この商品ページが今消えてなくなっちゃってます。ね、でね、ちょっとしたらね、またページリニューアルするので、そしたらここに付け加えるので、直接ご覧になってみてください。あと、おじいになんか聞きたいことがあれば、コメント欄にいろいろね、アップしていただければ、おじいにわかることだったらいくらでもお答えしたいなと思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。